待った、たまらん、いただきまーす。おいてめえ、今のはやりすぎだろうが。おい、誰か来い、この女に礼儀を教えてやれ。おあいにく様、あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ、クラウド、服。おい、あん、あん、男じゃねえか。何がどうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、ああ、何の話だい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。いや、やめてくれ、ちゃんと話す、何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。おひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。おひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ、シンラの目的は。それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひひひ、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなんさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒューンドガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺になるってわけだ。そんな、ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。勝利を確信している時だろうな。おお、当たり。アンドグッバイ。ほひーひー、落ちた落ちた。進捗はどうだ。タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で。青臭いこと。リーブ君、俺も発展の潤滑油だ。腹をくくり
ひどい匂いだ。ティファ。クラウド。7番街へ急がなくちゃ。エアリス巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ん？ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな？
住んでるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌はほひー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え、万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。ティファ